さあそれじゃあですね方言ニュース行ってみましょうか今日の担当は上地和夫さんですはいこんにちははいこんにちははいお願いしますうん、うん、はい最後水曜ルーガンーカナティーわちみせみさて昼夜三五地の二十五日旧暦内南クイメ昼夜2号地の十六日のあとといびん中琉球新報の記事から内南ニュース内定さびら中のニュースをハシカの予防接種を D のニュースヤビンゆリナビラ、東京都や奈良県などで感染性の強いマシンハシカがあ確認されたことで、二十数年前に乳幼児オ人が命を落とした大流行を経験している沖縄は警戒感を強めています。えー、名、ま、東京都とかあのー、奈良県なぎうとテ 春慶うち市が中サルの橋か入り傘がたし確かみらったることさに二十数年前生から二十五六年前にうちなうて一平平てこの乳幼児チーヌ民は9人が後失ったること経験している叱ら長老ううちなやだてんが友人相違員感染対策の要になる ワクチン接種率は全国最下位で集団発生のリスクがある現状に県立中部,中部病院感染症内科の市域,市域総一医師は起用歴を確認し必要ならワクチン接種を検討してほしい1歳からしか打てないため妊娠の予定がある人は赤ちゃんを抗体で守るため 妊娠前の接種を進めると呼びかけています、うん、イリガん家、えー、かからんための友人としの親身かなみとなゆるワクチン注射打ち得る割合や,や接種率やうちのや全国最下位日本を通って一番低さい集団発生お多くの中のお抱える おかし生のありさまにち県立中病院感染症内科の,の市域総一医者既往歴を確認し来までにうぬ入りガの注射うっがやっちがや調べてんちもし注射せねえんだワクチン注射お注射還元総理うぬワクチン注射や年の一切 T 字からしかおたらんためにもしか おっとめしのある中、このあかんごはまむゆる、ま、むゆしにかさぎるめにもちるめに妊娠前に注射ししみそおり日指かきとおいびん感染後およそ10日間の潜伏期間を経て高熱や風邪症状になり頬の粘膜に開白色の がはしかわいりかさにかかってあたイクルトゥカビケジシからこの日ぬ事態カジじチョょル風ふじにないちらのふんけんかいはくしょくしのぬ、えー、はいいぶつぶつ、えー、空気感染で広がるトップクラスの感染力で 医療用のマスクでも防げないということです。おぬ入りがさや空気感染、イチからうちいるヤンメイト性トップクラスの感染力、一番小さの医療用のマスク、医者の医者のチャーガー地下通路のマスク芯、おぬ入りがさや不死ガランディのクトリビン。県内では1999年と2001年の流行で3,500人以上が感染し。 農園や肺炎で乳幼児9人が亡くなるなど発展途上国並みの被害と言われました県内ではうちなおて1999年と2001年の流行平たる土地へ3,500人余りがこの入り沢にかかって農園とか肺炎さにかんに赤ん坊9人が待ち発展途上国並み 発展途上国並みの被害またちな生から避けて一きる国の具とおるゲイヤサイラリアビタン地域医師はワクチンを2回接種すれば罹患する可能性を95%減らせる未接種者が多いほど大規模な流行につながるため自分と周囲を守る対策を取ってほしいと語りました。 の者はワクチン注射他県内にかかりせ95%フィナラサリン。うぬ予防接種うち年中の大しんで広がりしん大阪とどうのため毎日のためにん注射しみそうようんち話し相比ん。中夜はしかの予防接種でのニュース。 二十一日の琉球新報の記事から落ちてさびったまた水曜日にユシデビラニヘデビルはいどうもありがとうございました、えー、今日の担当は植市和夫さんでした